ウッドデッキ Q&A。 ウッドデッキの下地に防草シートを貼り詰めれば雑草対策になりますか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。2人で疑問にお答えします。防草シートが貼ってある部分の上にウッドデッキが出来上がるんですよね。そうなんです。ちょうどリビングの前でもともとウッドデッキがあったんですけれども、ここにまたウッドデッキを作り変えるというようなことをこれからやるんですね。それで防草シートの上に今基礎を置いて、その上に下地の木の部分を作っているという形ですね。防草シートを敷けば草も生えてこなくなりますよね。はい、ただですね、防草シートっていろいろ等級があって、DIY ショップなんかで売ってる防草シートは草が生えてきちゃうんですね。それでもうプロ用の防草シートっていうのは全く別のものなんですよ。ですから今回ここに使ってるのはもうプロ用のもので、水は通すけれども太陽光線を一切通さない、ですから草が生えないみたいな、そういうものをしっかり重ね代をしっかり取って敷き詰めて、います。ですからもちろん防草シートの本体の性能プラス施工の方法で草が生えてしまったりするので、これはちょっとなかなか素人さんではできないですから、プロに任せてやっていただくようにしてほしいですね。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ガーデンリノベーションのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。hastings-classic.com で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301。お電話お待ちしております。